はい、皆さんこんにちは、シルビアです。本日はシクリーム2022シクリームオープンということで、はい、朝から並びに行ってみます。ということでね、早速向こうに並びが見えました。原宿ですね。もうね、渋谷は顔を取れまして、はしごして原宿に来ております。やっぱね、ナイキは人気ですね。7時半ぐらいかな、今まだね、8時になってないんですけども、結構な並びとなっております。はい、じゃあ番号を取っていきたいと思います。はい、ということで無事ゲットすることができました。よかった。もうね、原宿はもうね、後ろから20番目くらいの番号で、もうね、絶望してたんですけども、渋谷でね、大体110番くらいかな、もうね、なんとか当てることができて、はい、無事購入することができました。これから帰って動画作ります。はい、本日ゲットできたのはこちらです。シュプリームナイキアーチコーデュロイフリットジャケット、色はパープルで、サイズが M サイズとなります。今日はですね、早めに家を出て渋谷と原宿に店舗はしごして番号を取りに行きました。それで原宿はね、もう本当に下の方の番号で全然ダメって感じだったんですけれども、渋谷の方がだいたい110番目くらいで私の番号が呼ばれまして、はい、無事ゲットできたっていう感じとなります。で、本当は L サイズが欲しかったんですね。L サイズのパープルか黒、どっちか欲しかったんですけれども、私が入った時点でもうどちらも L サイズはなくって、で、その次に希望していたパープルの M 聞いたところ、はい、なんとかあったっていうところでゲットしてきた感じです。多分雰囲気的に私のもう少し後ぐらいで完売したのかなっていう感じでした。あとは他にもキャップとカーゴパンツも欲しかったんですけれども、キャップの方はもう私が入った時点で全部完売しておりまして、あとはカーゴパンツの方はカモの M のみ残っているというような状況で、はい、希望の色は変えずといったところで、今回この1点購入となりました。はい、早速着てみました。こんな感じですね。 M サイズなんですけれども、私にはちょっとと大きめ、オーバーサイズ気味となっております。身長が159センチで標準体型なんですけれども、はい、ちょっとね、かなり余っちゃう感じですね。やっぱり一番余るのがここの袖の部分ですね。はい、ちょっとこう下ろした時にここがもたついてしまうっていうのと、あとは長さですね。長さも、はい、手がほとんど隠れてしまうような長さで、こちらで調節するっていう感じになります。あとはね、ここの前の部分もかなり余っちゃいますね。こんな感じで、はい、かなり余ってしまって、もう脇とここの前の部分がブカブカっていう感じで、ちょっとシルエット的に、うん、あんまりかっこよく着れてないかなっていう感想ですね。でですね、後で着画も載せるんですが、夫がこちら着たところはちょうどいいサイズとなっておりました。身長170センチで標準体型ですね。もともとはね、シュプリームの服買うとき、夫は L 買うことが多いので L サイズを希望してたんですけれども、今回に限っては M で良かったなっていう感じです。うん、私もね、普段シュプリームのフーディーとか M 買うんですけども、こんなにね、やっぱ余らないんですよね。なのでナイキコラボはちょっと大きめに作られてるのかなっていう印象です。確かにね、うちもナイキコラボ 21SS のアパレル2つ持ってるんですけども、そちらも夫は M サイズでちょうど良かったので、やっぱりね、少し大きめっていう風に考えてた方がいいかもしれないです。はい、では詳しいところ見ていきたいと思います。まずやっぱりこちらのジャケットでね、一番目立つこちらバックプリントですね。はい、こんな感じとなっております。見えてるかな、シュプリームのロゴがアーチ状になっておりまして、その下に数字が入ってるっていう感じですね。で、パープルってすごく文字が映えるので、めちゃくちゃね、後ろ姿がかっこいいです。はい、そしてフードのところにね、小さいプッシュが入っております。
はい、そしてもう一つ刺繍はこちら胸元ですね。胸元に刺繍で刺繍が入ってるっていう感じです。はい、こちらが内側となっております。キルトになってますね。ちょっと光沢感があって、はい、すごく可愛いデザインになってます。そして内側に内ポケットがついております。こちらの大きさなんですけれども、スマホがすっぽり入る大きさになってます。私が iPhone12 使ってるんですが、そちらもね、はい、すっぽり入る大きさとなっております。小さめのお財布だったらこちらに入りそうな感じですね。はい、そして左腕なんですが、こちらにポケットがついております。はい、こんな感じですね。大きさ的には10センチ10センチぐらいなので、そんなに大きなものは入らないかなっていう感じです。はい、そして袖のところですね。はい、マジックテープで調節ができるようになっております。はい、そして左右にポケットついております。はい、そしてフードの両側にはこのようにゴムが入っていて調節できるようになっております。はい、フードをかぶってジップを最後まで締めるとこんな感じですね。結構ここの顎のところまで隠れる感じです。で、もっとギュッと締めたければこちらのゴムで調節するっていう感じですね。はい、こんな感じですかね。でね、このジャケットはね、ここがめっちゃ可愛い。ここですね。ここのラインが個人的にめっちゃ好きです。襟がこう前に出るような形でこういう形のデザインになってるんですけども、それがねこうやって、はい、襟が立つような感じになってめっちゃ可愛いんですよね。すごい綺麗に着られるっていう感じです。フードねかぶっててもこう綺麗になりますし、フード下ろしててもこういう風に、はい、しっかり立つので、はい、このねデザインはすごく可愛いと思います。うん、やっぱりね、後ろ姿がめっちゃいいですよね。うん、めっちゃかっこいい文字が映えてね、はい、すごいいいデザインだと思います。来てみました。うん、全然 M で大丈夫って感じです。あ、バックプリントもめっちゃ可愛い。あ、いい感じ、いい感じ。はい、今回もご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。